ビデオダイアリー July 16th, 2024 by Hiroshi Hayashi Hememet City, Japan ビデオ日誌2024年7月16日林博史です。こんにちは。今日はダヴィンチとアンドレ・デル・ベロッキオの合作と言われている主題告知についての動画をまとめてみました。まあ、たくさんありますけれども、流れとしてはほぼ今日の11本で説明できると思います。で、その中でと言いますか、一つまあ皆さんにね、訂正と言いますか、訂正ですよね、はい、修正というよりも訂正ということになるわけですけども、当初私はですね、既存説、普通のですね、一般に言われている説に従ってですね、その流れの中で謎を解き始めました。がしかし、足腰で矛盾にぶつかったわけですよね。まあ矛盾、矛盾。まあ矛盾が一番大きな一つの取っかかりのというのきっかけになったわけですけども、その矛盾を解いていく。さらに、その矛盾に、のについて解くとか、矛盾をどう考えたらいいか、どう処理したらいいかというところでですね、まあ修正が始まったわけです。例えば、受胎告知という、まあ今日、その動画を11本取り上げましたけれども、その受胎告知の謎を解くときにですね、最初にあの絵の中央、ややまあ左寄りですけれども、まあ一応一般には天使ガブリエルと言われている天使が描かれているわけですよね。そして向かって右側には椅子に座った聖母マリアがいるわけですよね。そういう配置になってますよね。で、どういう内容かというと、要するに天使ガブリエルがですね、聖母マリアのところに降りてきて、そしてあなたは受胎しましたよと、まあそれを報告に来た、あるいは報告しているという絵、それが受胎告知ということになるわけですけども、まあ最初に気がついたのはですね、私はまあそういったその一般の既存説にはですね、まあ無視するというよりも全く興味ないと言いますか、関心のない世界で66歳まで生きてきたわけですけどもね、最初に気がついたのは、その右の人物の足元、まあ絨毯なのか台なのか、見方は2つ分かれますけども、台に白、絨毯に白ですね、その足の下からですね、3本指のいわゆる獣の足が出ていたわけですね。まあそれに最初に気がつきました。で、あれと思ったわけですよね。まあ、そのあたりから謎解きに入っていったわけです。と同時にですね、中央左側にいる、まあ、その天使と言われている人の翼ですよね。普通の翼ではないんですよね。で、まあ、後ですぐ分かったんですけども、鳥の中でもですね、捕食性、捕食動物である猛禽類の、まあ、鳥の翼、イコール、さらに調べていくとですね、猛禽類ってもいろいろいますからね、ハヤブサにしろ、タカにしろ、いるわけですけども、そんな中でもさらに、フクロウの羽ってことが分かってきたわけです。まあ、こんなところからですね、受胎告知の謎解きに入っていったわけですけども、となると、というふうにして、まあ、その前にですね、一つこういうこともあるわけですよね。システィーナ礼拝堂の天井画の中にですね、アダムの創造と言われている絵があります。アダムの創造。まあ、おそらく、システィーナ礼拝堂の天井画の中でも最も有名な絵画、絵ということになります。あの映画、ベン・ハーの中でもメインに使われてますね。つまり、神がですね、アダムに命を授けようとしているその瞬間を表現したものだっていうふうに一般には説明されてますけども、ところがですね、あの絵をよく見てみるとですね、左側にいるアダムと言われている人物はですね、もうすでに命があるみたいですよね。もう、なんて言いますか、生きているわけです。体のポーズもですね、まあ、なんて言いますか、決まってますし、ということで、その、どうして、ね、アダムの創造なのかな、っていうふうに
思ったわけです。まあ、想像というところまで掘り下げていくならば赤ちゃんであるとかね、さらにその前の段階ということになるわけですけども、すでにもうその左側の人物は生きているように、まあ、想像されているように見えるわけですよね。で、その神に、人間にですね、神が命を与えているところだというのは一般的な説明ですよね。で、それもあれと思ったんですけども、同じように受胎告知もですね、よくよく見るとですね、右側の聖母マリアと言われている人がですね、まあ、受胎告知と、まあ、いわゆる告知される前にですね、まあ、正直に素直な目でその絵を見れば皆さんもお分かりになると思いますけれども、右側の人物の女性はですね、ぽっこりとお腹が大きいんですよね。つまりその前にということは、結局はそういうことを、いわゆるその室内廃道のアダムの創造と言いながら、あれはアダムの創造ではないんだということでですね、他のとこ全く別のところから謎解きをしてですね、そうした、まあ、矛盾というものを感じていたがゆえにですね、同じように受胎告知の中にも、まあ、同じような矛盾を感じたわけです。受胎告知というアナンシエーションと言いますからね、あなたは妊娠しましたよって言って伝えに来る前にですね、すでに右側の女性はですね、ぽっこりとお腹が大きいわけですよね。まあ、そのところから受胎告知の謎を解き始めたわけですよね。で、それから、まあ、今日に皆さんにご覧いただくような結論的な判断、謎解きをしたわけです。まあ、その中でも一つ、今から5、6年前、7、8年前ですかね、もうすぐね、満12年が終わりましてね、今月いっぱいで満12年が終わりまして、あと2週間、ちょうど2週間ですね、で、8月1日からですね、私、この謎解きでの世界に入って、今度は13年目になるわけですね。まあ、無事13年目も今と同じようにですね、仕事ができればこんな光栄なことはないし、幸いなことはないと思ってますけれども、要するに、この12年間を振り返ってもですね、当初と言いますか、私はですね、やっぱり一般説としてですね、イエス・キリスト、イエス・キリスト、イエス・キリスト、キリスト、イエスイコールキリスト、キリストイコールイエスというように考えていたわけです。まあ、ちょっと話それますけども、まあ、こういうことをしているとですね、まあ、最初はもうめちゃくちゃ叩かれたわけですけども、叩かれましたよ。まあ、随分ひどいこと言われましたけども、まあ、それを敵と位置づけるならばですね、様々な敵に出会ってきたように思いますね。まず常識の敵ですよね。一般常識とはかけ離れたことを、まあ、言い始めたというところもありまして、常識の敵。それから一般社会の敵もありますね。その頭はおかしいんじゃないかと。まあ、そういう目で見られるわけですよね。そしてその上で私を判断するという、まあ、前提条件を社会が作ってしまうわけですよね。そういう敵もいる。あるいは、まあね、どこ行っても、それらしい、まあ、学者風の人に話しかけるとですね、いろんなところでそれやったんですよ。まあ、すぐすかさず、なんて言いますか、拒絶反応に出会いましたね。一種の条件反射のようでしたね。はい。まあ、あちこちで、そういうふうに、まあ、拒絶されたということです。同時に、友人と私、それまで30年、40年付き合った人ですらも、まあ、私がこういう話をし始めるとですね、すかさず白い目で見てね、ふっとね、顔を上げて、いわゆる下、いわゆるその、節目で私を見るというような、いわゆる俗に言う、白い目で見られるようになりましたね。結果として、まあ、ほとんどの、友達は距離を置きましたね。陰でひそひそ、同窓会の席なんかでも、あの林はね、変なこと言ってるよ、ってな感じでの会話をしているのがですね、まあその雰囲気、表情、口の動き方などでよくわかりましたね。それも一つの敵ってことになるわけですよね。しかし、まあ本当の敵って言いますか、この謎解きをしていて、最も大きな敵っていうのはやっぱり、この2000年間で作られた常識の敵ですよね。そしてその常識の中で、まあその、ものを考える。ということなんですよね。それをもって、その常識とは違うという、まあ一般の人はそう考えてますから、その常識をどう私の方から、まあその責めるというよりも説得する、していくかという、まあ部分においてですね、
そこに大きく前に立ちはだかっていたことは、これは否定できないと言いますか、ありましたね。つまり、いろいろな敵があった、いたということになるんですね。で、その中でもやっぱり、既存説という、まあ、敵。これは手ごわかったですね。特に、イエス・キリスト、キリスト・イエスというふうにして、まあ、私たちはイエスはキリストであり、救世主であり、救世主はイエスであるというふうに捉えていたわけ。ところが、また一方の他のところから調べていてですね、イエスとキリストは別々の、まあ、神というか人物というか存在であるということがだんだん分かってきたわけですね。で、その決め手となったのがやっぱりあのイエスの洗礼という絵ですね。ダヴィンチとベロッキオが描いたと言われているイエスの洗礼という題された絵ということになります。あの絵はですね、中央に、まあ、手を合わせて立っているのがどこか寂しい、どこか元気のない、今風な言葉で言えばですね、どこかしょぼくれた男性、あれがイエスってことになります。じゃあその右にいるのが一般説によれば、常識によればですね、バプティストのヨハネということになるわけですけども、そのヨハネの顔とですね、まあいわゆるシスティナ礼拝堂の壁画の方ですね、いわゆる最後の審判と題された人物の顔が同じであることを知ったわけです。さらにその人物の顔とアダムの創造の左側の人物と顔が同じである。さらに調べていくとですね、アダムの創造の人物とですね、今度はアダムの追放と題された絵もあるわけですけどもね、いわゆる、エデンの園からですね、アダムが追放されるところを描いた絵ということになってきますけども、あのアダムの追放の絵の中にはですね、左側に一組、右側に一組の、つまり二組の夫婦が描かれているわけです。で、左側はこれはアダムとイブということになります。イチジクの実と木がですね、決め手になるわけ。ところが右に書かれているアダムとイブというのはですね、顔が違うんですね。特にアダムと言われている二人の人物の顔を比べてみるとですね、左側のアダムの創造の、アダムの追放の中のアダムはですね、鼻が鍵鼻なんですよね。カクンカクンと鍵鼻です。ところが、右のアダムと言われている人物の鼻はですね、反り鼻。鼻が反ってるんですよね。全く違う顔です。鼻というのは、まあ、その、多少ね、年齢下手ぐらいじゃ変わるもんじゃありませんから、そういうことなんですね。で、その顔と、今度はシスティーナ礼拝堂の壁画の方の、いわゆる最後の審判の中に書かれている人物の顔と、それからさらに、アダムの創造の中の左側に書かれているアダムのと言われている人物の顔が一致していくわけです。じゃあその人物は誰かということですけども、ここで私のこの研究の世界においてね、要となるような大発見が起きたわけです。それがですね、カッシナの戦いと題された絵なんですけども、あのカッシナの戦いの絵の中にはですね、775027という数字が書き込まれていました。これをですね、ユダヤのゲマトリアで解読すると、というか、今でこそ簡単に言えますけども、その謎を解くのに2ヶ月かかったんですよ。もう調べて、あちこちを調べて、さらに調べて、もう聖書の番号でなんかいろいろ調べたんですけども、2ヶ月かかって謎が解けました。775027をですね、このユダヤのゲマトリアにたどり着くのに2ヶ月かかったということです。で、解読してみるとですね、キリストは聖書のカインとなったわけです。これはもう私にとっては決定的な、まさに神の定義、神がある人間に与えた定義ということになるわけですけども、これによって謎が解けたわけです。はい。つまりキリストというのは聖書のカインとなるわけです。で、さらにダメ押し的に言えばですね、先ほど言いました、システィーナ礼拝堂の壁画の方のですね、アダムの、最後の審判と題された絵の中にも、やはり、7750。それは、神、采配を振るっている手の、神の下に書かれています。そして、やや右上に上がって、27という数字が浮かび上がってきました。これでもう決まりですね。つまり、今先ほど言いましたように、先ほど言いましたように、顔が同じ、すなわち、人物はですね、若くて若い神も、まあ、カイン。年を取って、やや年老いたカイン。まあ、いろんなカインが描かれてますけども、一人の神、カインということになったわけです。ここが重要なんですね。カイン、カイン、カイン、カインと繋がったということです。
最後の審判の中の真ん中に書かれているのはカイン。これは間違いない。下に書いてありますからね。775027と書いてありますからね。それから、アダムの創造の中、若いことは若いんですけども、その人物もカイン。それから、アダムの追放と題されているのに書かれている人物もカイン。さらに今度は、ダヴィンチの書いたイエスの洗礼の中の右の人物、一般にはバプティストのヨハネと言われてますけども、その人物もカインと分かったわけです。まあ、ここでですね、ヨハネの洗礼の絵を、が証拠になるわけですけども、イエスとカインは別人であるってことが分かったわけです。これで謎が解けたんですよね。イエスとカインは別人である。ですから私の動画、まあ、今日、この後に伝えていく動画の中ではですね、途中からは古い動画が混在してますか、混ぜましたから、その中では、カイン、イエスとカインを、まあ、イエスとキリストを分けないでね、つまりは、イエス・キリストとして、一人として、神、一人の神として扱っているという、今から見れば、まあ、無知、未熟さゆえの、間違いというのがあります。それは私の謎という時では、これはもう不可避って言いますかね。まあ、避けがたい、まあ、ミステイクということになります。というのは、その時々において、それまでの証拠を集めて、そして判断を下していくというのは私の手法ですから。ですから、新しい事実が見つかる、新しい発見をすると同時にですね、その修正、訂正、矛盾を生じた、そこでは矛盾を追求していくというような手法をとってますので、古い動画の中で、どうかね、私が、イエスとキリストを一緒にしていた。途中からイエスとキリストを分けたっていうことについてね、それは間違いの訂正というよりも、まあ、新しい段階に入ったというふうに考えていただきたいなというふうに思っています。まあ、ともかく私は 何を言いたいかというとですね、当初はイエス・キリストが一人だと思ってました。途中から、まあ、イエスとキリストは分ける。イエスはイエスですよね。まあ、それはいろんなイエスです。イエスはイエスです。私はイエスというイエスです。しかし、キリストというのは誰かと言いますと、先ほど言いましたように、カシの戦い、そして、シセナ礼拝堂の壁画の、あの最後の審判の中に、775027と書いてあるところからですね、キリストはカインであるということになってくるわけです。で、カインがイエスになることはありませんし、ただ、その他にですね、例えば、今度は埋葬という、まあ、いわゆるとんでもないと言いますか、極めて重要なメッセージを、まあ、神のメッセージが隠し込んである絵画が出てくるわけです。まあ、それについてはもう何度もね、説明しましたので、簡単に言うと、要するに、イエスは十字架にかけられる前に殺されたということですよね。はい。じゃあ、十字架にかけられたイエスは誰かと言いますと、替え玉ということになるわけですね。で、今度はその次にまた矛盾が生じますから、替え玉の証明ということで、まあ、いろんな証明へと進んでいったわけです。まあ、何を私はずっと言いたいかというとですね、まあ、この、いわゆる今の私の謎解きの研究の世界においてね、いろんな敵に出会ってきた。いろんな、まあ、その、まあ、敵という言い方はね、まあ、問題があるかもしれませんけども、まさにいろんな敵ですね。はい。まあ私をですね、直接的に、まあ揶揄したりね、攻撃したり、意地悪したりね、荒探ししたり、あるいはまあその悪口言ったりするは、これはもう人間がなせる、まあ基本的な、まあいじめのようなもんですよね。まあそれは敵は敵としても、まあ気にならないというか、初めは気になったんですけどもね、最初1、2年は、本当にこの世界どうなってるんだろうと思うぐらい、まあそのなってますか、ドロドロした渦が巻いてましたね。嫉妬と嫌味。いじめと、なんていうか、妬みって言いますかね。そういうものがもう渦を巻いてましたからね。私がこういうことをすることについても、専門家の方からもですね、まあ、塾教師にくせにとかね、いろいろ言われましたよ。はい。あれは、前もね、少しはね、考古学で、苦労してから物を言えとかね、一冊二冊は本を読んでから物を言え。まあ、最近でもありますからね、まあ、いわゆる、まあ、ちょこちょこっとね、知識をかじって、いわゆる知ったかぶりの高い目線からですね、あんたは間違っているってことを言わんばかりに、聖書ではこうなってますなんてね、まあ言って結論も何も聞かないで、書かないで、ポッと割ってる。それだけのコメントっていうのは今でも時々散発的にありますけどもね、ともかくもそういう敵は、それはもう全然問題外の敵だということです。はい。相手にならないわけです。しかし、まあ今のところですね、最も今の研究の世界において大きな敵は、
結局は作られた、まあ、皆さんが持っていらっしゃる常識そのものがですね、敵だということですね。はい。その敵っていうのはもう常に戦いながら今日に来たということですね。そこで今日はですね、もう一歩話を進めてですね、まあ、そういう敵、いろんな敵がいるんだけれども、じゃあ本当の敵とは何かってことになってくるとですね、まあ今の私にとってみるとですね、実は私自身が敵であるというふうに思うことがありますね。というのは、まあ皆さんご存知のように、私の研究っていうのは、まあその世間的にも社会的にも、あるいはもちろんアカデミックな世界における歴史的にもですね、美術史においても、あるいはもちろん神学の世界においてもですね、全くの異端児であり、のけ者であり、とんでも説の、まあ、まあ、とんでもない説を掲げる、とんでもない人間というふうに位置づけられているわけですよね。まあ、それも、いわゆる敵ということになりますけども、それはもうどういうことはないんですよね。私にとって、なぜその自分の中に敵がいるかというとですね、まあ、こうした状況の中でですね、つまり、ある種のフラストレーションというのはないとは言わないんですよね。これはあるんです。まあ、その、いわゆる社会にね、まあ、怒りを覚えたり、国に怒りを覚えたり、まあ、一体、この、まあね、みんなどうなっちゃったんだろうというような意味における、いわゆる、まあ、虚しさ、無念さ、まあ、なんて言いますか、フラストレーションですよね。やっぱりありますよ。ですから、まあ、はい、それはある。しかし、そのフラストレーションをなぜ起こすかということを、もう一歩踏み込んで考えるとですね、結局は自分自身が世間的に全く日の当たらない世界でバカにされ、いわゆる、まあ、そういう、その、なんて言いますか、はい、オカルト信仰の超常現象を、まあ、いわゆる説いている、まあ、変人ですね。変人、鬼人。まあ、英語ではクレイジーって言うんですけども、クレイジーな人間として位置づけられていることに対する、やっぱりフラストレーションというのはないとは言わない。それが一つは敵なんですね。はい。ですから、それとどう戦うか。もっとはっきり言えばですね、やはりその、朝起きてですね、その、ルンルン気分で仕事をするというのは、それは、薄くなったとはいえですね、以前はありましたけども、最近はですね、あまりその、どうすれば皆さんに理解してもらえるのかな、どうすれば分かってもらえるのかなという、その、どうすればという部分で、いわゆるある種のフラストレーションを覚えるし、どうして分かってもらえないのかという意味にもおいては、今度は、まあね、世間一般の、その、いわゆる常識、まあ、良識ではありません。常識、作られた常識っていうものがですね、つまり、私をしてですね、敵に思わせているという部分があるわけです。で、その都度、私はですね、そうじゃないんだと。そうじゃないんだと。今はわからないかもしれない。しかし、私の蒔いた種がですね、いろんな形で、まあ、その、生き残ってですね、ひょっとしたら10年、20年、かかるかもしれない。これもある方とね、先週だったかな、まあ、手紙を時々交換してるんですけども、まさに手紙です。あの、メールとかそういうんじゃなくてね、交換したんですけども、私自身はね、50年早かったんじゃないかと思う時は時々ありますと。まあ、そういうふうに書きましたけども、それは偽らざる、今の私の心境ということになります。私の今こうして皆さんにお伝えしている事実はですね、50年早かった。もうあと50年経てば、もっとね、皆さんによりよく、より、まあ、すんなりとね、理解してもらえる。だろうというふうに思うところがあるんですね。が、しかし今はもうとにかく時期尚早というところでですね、まあ、50年早かったんじゃないかと思うというふうに書きましたけれども、その50年早かったかなと思う意味においてね、どこかに軽い挫折感、失望感を感じるわけですよね。まあ、挫折感というのは自分自身ですし、失望というのはやっぱり世間一般に対する失望感ですね。その挫折にしろ、失望にしろですね。対外的な失望感。いわゆる自分に対する、己に対する挫折感というのはどこに原因があるかというと、やっぱり己の中に潜んでいる我欲ですね。我欲。まあ、煩悩ですの。煩悩です。ということになるわけですね。その煩悩というものが結局は自分の敵なのかなというふうに思うわけです。それがなければですね、もっと綺麗な心でですね、清廉潔白な、いわゆる清々しい、まあ、無垢な気持ちでね、今の研究ができるってことになりますけども、そうはいかないところもあるんですね。まあ、いろんな人、まあ、いますからね、はい。
私を揶揄するとか、まあその辺はまあ分かりやすい人なんですけども、なんとか利用している人、それもいますよね。利用しようとして近づいてくる人もいますしね。そして私がそんなことしてもらっちゃ困るんだと思えることを平気でね、していく人も、これまたいるわけですよね。けなしていくという人もいるわけですよね。あるいはまあね、まあ、前任の、あるいは審判、あるいは私に近づいてきては結局は、まあ、どうかなという方向に、まあ話をつなげていく人もいるわけですね。わかりやすい例でやっぱりね、私を通して神を知り、その神を利用して金儲けだとかね、何かにつなげていくという人もこれまたいるわけですよ。はい。それはまあ今までのね、基本的な、いわゆる人間の信仰の仕方でもあるわけですけどもね、いわゆるその、いわゆる神頼み的な方向に、まあ利用していくという人もこれいないとは言いません。しかし、それはそのなってますか、日々のね、自分の精神の鍛錬の中で、まあその、克服してきたところがありますが、しかし、やっぱり何が一番大きな敵かなっていうふうに順に並べていくとですね、やっぱり今ある、この私が今大きな壁のように感じている敵というのはですね、決してあの、ストレスはたまらないんですけどもね、要するに、もう作り上げられた常識っていうのがありましてね、その中で、まあつまりは、まあ皆さんがですね、私の説を捉えて、まあ考えてらっしゃる。ということがよくわかるわけですよね。ですから、距離感は大きいですね。距離感、隔たり感というのはありますけども、要するにそれが大きな敵かな、ということになってくるわけです。で、その敵、なぜ私が、じゃあそこでね、問題になってくるわけですね。なぜ私が敵に思うのか、ね。もう神の仕事をするなら神の仕事だけをすればいいわけですから、そんなことは気にしなくて、まあ前だけを見て進めばいいんじゃないかということになりますけども、結局はその中にですね、繰り返しになりますけども、自分のですね、この欲望の世界における俗欲、まあクソまみれですからね、みんなクソまみれですよ。まあそれはですね、まあこういう仕事をしていて、ふと振り返って、一歩退いて、今の社会を見ると、それがよくわかるんですよね。まあ見てるか、まあ、わかりますね。まあ本当にこうなってますか。まあ特に今の日本という国はですね、金、マネー、全盛期、マネー、金券教の、いわゆるまあ大本山みたいになってますからね。そういう中にありますから、その金券教というものが、まあ、多分皆さんお分かりにならないかもしれませんけども、一歩知り解いてみると、その中にですね、まあ、うごめいている人々がいると同時に、私自身もですね、その中にいつもこう巻き込まれそうになるわけですね。まあ、そういうものをどう自分の中で処理していくかということがですね、まあ、大きな課題ですけども、私のね、いろんな、今までにいろんな経験させていただきましたけども、その経験がですね、今の私を、まあ、救ってくれている。そして私にですね、一つの目的、目標を示しているということになってくるわけですね。つまり、私たちが進むべき、まあ、方向、運命として目指すべき方向っていうものがですね、そういう経験を通して、私は、まあ、自分で知ることができた。また不十分ですよ。これはね、本当にね、もう死ぬまで続くんじゃないかと思うぐらい、その、自分との戦いっていうのはありますね。じゃあ分かった。今日からもう、それで私は決別して、もうね、そういうことは考えないでおきます。っていうわけにはこれはいかないんですよ。私自身もですね、いわゆる今から3年前ですね。2年前ですね。までは、12年前までは、まさにどっぷりとその世界で、まあその俗欲、クソまみれの世界でね、生きてましたから、そう簡単には体に染みついた染みのようなね、は消えないと思います。まあそれはそれなんですけども、そういうことを考えているわけです。で、話をぐんと戻して具体的に話しますとね、今これからご覧いただいている動画は今朝005ですね、で、4706だったかな。4706の005で発表した動画なんですけども、それを今日、先ほどね、初めから最後まで通してみたんですけども、途中からですね、いわゆるその皆さんにとってもそういう混乱が生じるかもしれませんけども、イエス・キリストと言ってみたりですね、イエスと言ってみたり、時にはキリストというふうに言ってみたりして、それでごちゃ混ぜにして話しているところが出てくるわけです。はい。その部分でね、例えばその、
最初は、もう今はね、例えば、受胎告知にいるのは、の絵の中はですね、左にいるのは、天使ガブリエルなどというような、そういう、まあ、清廉潔白な厳かなってますかね、清らかな天使ではなくてですね、まあ、魔女なんですよね。魔女ストリクスなんですよね。じゃあ、その魔女ストリクスは誰かということで、今日の動画の中でね、一つの結論を出したわけですけども、イナンナ・マリアということになります。はい。じゃあ、右にいるのは誰かということで、以前はですね、それが一般説に従ってですね、聖母マリア、聖母マリアというふうに捉えていたわけですけども、そうではなくて、そこに右にいるのはですね、その後いろんなことから分かってきて、イエスの妻のベタニアのマリアである。そのベタニアのマリアがですね、足に呪いをかけられているシーンが、受胎告知の、まあ、いわゆる絵の主題であるということに、まあ、落ち着いてきたという経緯もありますから、今日ね、その動画をこの後つなげておきますから、またご覧になっていただきたいんですけども、途中からですね、そのイエス・キリストを懇諾し、そして右にいる人物をですね、いわゆるベタニアのマリアイコールイエスの妻からですね、聖母マリアというふうに位置づけて話をしているところがあるわけですね。そういうのを見ると、私としてはですね、まあ、本来なら、まあ、訂正修正して、まあ、そのなりはね、削除してというふうに考えるわけですけども、私自身が皆さんにね、その私の思考回路というか、今までのね、思考経過というかね、の歴史をですね、その当初からの動画を見ていただくことによってですね、変化する部分においてですね、まあ、私の動画ちょっと注意しておきます。させていただきたいんです。冒頭の方に新しい動画で、それを補足する形で古い動画を後へとつなげていくわけですね。ですから、古い動画ほど、いろんな意味で矛盾をね、皆さんがお感じになるかもしれませんけども、そういう時はですね、主題である冒頭部分の話を優先して理解していただきたいと思います。それも、いわゆるここでお断り申し上げておきます。が、しかし私としてはですね、なかなか心苦しいんですよね。これじゃまた誤解招くだろうな。これは皆さんにかえって混乱を招くんじゃないのかな。削除した方がいいのかなと思うんですけども、やはりその古い動画であってもですね、それはそれとして残しておくっていうのが私のやり方なんですね。いわゆる過去をですね、化粧を見て消すように切り捨てて生きていくっていうのは、私は若い時からそれができない人間なんです。はい。過去は過去。恥ずかしいこともした。情けないこともした。罰当たりのこともした。しかしそれはそれ。その時はその時で、私は懸命に生きてきてそういうことをしただけなんだという、居直るわけじゃなくてね、残しておくという意味においてね、そういう生き様を残しておくというのは、私の元々の生き様の一つなんですね。それがまあ、こうした動画作りにも反映されているということになるわけですけども、まあそういう形でですね、自分を残しながら皆さんにご覧いただいているということです。ですから繰り返しになりますけども、まあ、古い動画を見たときにですね、私の現在言ってることと矛盾をお感じになるときはですね、今の方を信じて、新しいのを信じてですね、上書きしていただければ嬉しいと思います。ということでですね、今日はですね、敵という話からですね、まあ、私の、本当の敵は何かっていうとですね、なかなかこの煩悩から、抜け出ることができないんですよね。はい。まあそれが今の私にとっての大きな敵ということになります。まあいろんな敵、常に敵、まあ、と戦いながら今の私がいるということになります。ということで、今日はですね、今朝一番に作りました動画を見ていただくことによって、今日のビデオダイアリーとさせてください。今背景に使っているのはその動画ということになります。では今日のビデオダイアリー、ここで終わります。バイ。The Strix is a persistent feature of the folklore of the Roman world and subsequently that of the Latin West and the Greek East. She was a woman that flew by night, either in an owl-like form or in the form of a projected soul, in order to penetrate homes by superstitious means, and thereby devour brighter steel or the newborn babies within them. ストリックスはローマ世界の民間伝承、そしてその後のラテン西方とギリシャ東方の民間伝承に永続的に残る
フクロウの魔女を言います。ストリックスはフクロウのような姿、またはその影の姿で夜中に飛び回り、そのまま家の中に侵入し、そこで生まれたばかりの赤ん坊を食い尽くしたり、枯らしたり、盗んだりする魔女だったと言われています。そしてその魔女は相手をじーっと睨んで様々な呪いをかけることもできました。ヒロシ・ハヤシ、MMSD Japan、July the 16th, 2024.一般には受胎告知と題された絵画ですが、その絵画の中に描かれている左側の人物は魔女ストリックスということになります。こんなレリーフも残っています。これは一般にはリリト、魔女のリリトと言われています。この魔女の足のところを見てください。足は3本指ですね。そしてその両側にフクロウのような動物が描かれています。そうです。耳なしフクロウです。つまりストリックスということになります。ではこの人物は誰かということですけども、こんなレリーフが残っています。火星の神マーズ・アイオン・ネルガルです。その右に赤い衣服を着た女性らしき人物が描かれています。注意深くご覧ください。この人物の両側にもフクロウが表現されています。となると、この赤い枠で囲われた人物は、ネルガルの母親の人間種シダ、あるいはその娘のイナンナということになります。が、その大きさから考えて、つまりバランスから考えて、左がですね、ネルガルです。エンリルの息子です。となると右に赤い服を着て表現されているのはネルガルの娘のイナンナ、イナンナマリアということになるのではないでしょうか。つまりこうして絵をですね並べてみるとですね、時代告知の左端左に書かれている人物は一般に言われているようなガブリエルという名前の天使ではなくて、つまりはストリックス、魔女のイナンナ・マリアということになります。その証拠にもう一度受胎告知の絵を見てください。この絵にはいくつかの隠し絵が仕込まれています。中央の山は魔女の山です。この山と全く同じ山をウォルト・ディズニーがファンタジアの中で描いて、やはり魔女の悪魔の山としています。次に受胎告知と題された右下を見てください。絨毯の下から3本指の足が覗いています。3本指です。まあ、リリトの足イコール、つまりイナンナ・マリアイコールストリックスの足ということになるのではないでしょうか。そしてその置物も少し変わっています。
置物は、つまりはフクロウをかたどったものということになります。こうしてこの絵に隠されている、まあ、アイテムをですね、順に並べていくとですね、この地帯告知の左側に書かれている人物は、フクロウの魔女、ストリックスイコール、ナンナマリアということになるのではないでしょうか。翼の形も猛禽類、つまりフクロウの翼の形をしています。つまり、この受胎告知と題された絵は、受胎告知に見せかけたフクロウの魔女ストリックスが右にいるイエスの妻のベタニアのマリアに呪いをかけている様子を表現したものだと考えられます。つまりその呪いというのは、ベタニアのマリアの足を魔物の足に変えるという呪いです。こうした事実を一連の私の動画の中で順に説明していきます。The Effigy Gallery's official website writes about the angel in the middle of Leonardo's painting, The Annunciation, as follows. Archangel Gabriel kneels before the Virgin, proffering a lily. The Virgin responds from a dignified seat behind a lectern at which she was reading. The traditional religious theme has been set by Leonardo in an earthly natural setting. However, my interpretation of this painting is completely different. The person in the center is not the Archangel Gabriel, but the owl witch Strix. And I, Hiroshi Hayashi, judge that the Strix witch cursing Mary of Bethany, who is already pregnant, or Mary of Bethany, wife of Shamash Jesus. ダ・ヴィンチの書いた受胎告知の中央に書かれている天使についてフィジギャラリーの公式サイトは次のように説明しています。ここに書かれているのは聖母に百合の花を献上している大天使のガブリエルである。聖母は読書台の後ろにある威厳ある椅子からそれに応えている。ダ・ヴィンチは受胎告知という伝統的なテーマをごく自然な形で表現していると。が、私のこの絵の解釈は全く違ったものです。中央の人物は大天使のガブリエルではなく、フクロウの魔女ストリックスであり、この絵は右の身重になったベタニアのマリア、つまりシャマーシュイエスの妻に、悪魔の呪い、悪魔の呪いをかけているところと私は判断しています。広瀬林、浜松市、ジャパン。ローマ時代に最も恐れられた魔女、それがフクロウの姿をしたストリックスです。このストリックスの特徴は、餌となる人間をじーっと凝視して、一般には死の呪いをかけて相手を殺して、そして食べる、あるいは食べたと言われています。あくまでも神話上の魔女ということになりますが、これがストリックス。
スです。そのストリックスをレオナルド・ダ・ヴィンチはですね、ユタイ国地の絵の中央に描いていました。次にあのウォルト・ディズニーはですね、このダ・ヴィンチの描いた主体国地の中央向こうに描かれている山と全く同じ山をウォルト・ディズニーの代表作ファンタジアの中で流用し、それを悪魔の山としました。なぜウォルト・ディズニーがそんなことをしていたかということについては大きな大きな謎が残りますが、ともかくも事実としてウォルト・ディズニーはですね、ダ・ヴィンチの受胎告知の中央向こうに書かれている山と全く同じ山を自分の短編映画のファンタジアの中に流用し、それを悪魔の山としていたということです。その動画をこれから紹介しますので、まずそれをご覧になってください。According to the official website of Walt Disney Production, it's right that Bald Mountain is actually based on a real mountain in Slovenia, Mount Triglav. It is where the supernatural dwell, as well as the black god himself. The Bald Mountain has always been known as a source of darkness in the Disney Fantasia since the sequence in Fantasia.What it writes here is, however, a lie, since there is no mountain in Mount Triglav, Slovenia, a mountain which resembles the Bald Mountain in Fantasia. Why and why? Walt Disney Production の公式ホームページによれば、ディズニーの代表作であるファンタジアの中に出てくるボールドマウンテンはスロバニアにあるトリグラフ山であるということになっています。そこは黒い神のみならず超自然が住むところだそうです。ボールドマウンテンはディズニーの一連のファンタジアの中では暗黒の源泉としていつも描かれています。しかしトリグラフ山のどこを探してもボールドマウンテンと同じあるいはそれに似たような山はありません。ないものはないのです。いくら探してもありません。つまり、このディズニーの公式発表は嘘ということになります。が問題は、なぜこのような嘘が書いてあるかですね。理由は簡単。これはウォルト・ディズニーにとっても、その向こうに致命的な謎が隠されているからです。つまり、嘘を書いてまで隠さねばならない重大な秘密がそこにあるからです。広し林、浜松市、ジャパン。広し林's line theory is a theory that proves that they were created artificially, not by nature effect,by proving that it is impossible that they were created by nature. Here is an example of a line that connects Easter Island, Moria Island, Tahiti, Pompeii Island, Guam Island, Lumbini, where they say Buddha was born and raised up, Mohenjo-daro, and Mekakaba.These places are on the same straight line, and you may say that it is just a coincidence that they are on the same straight line. But how many times can you say that it's just a coincidence before you realize it is not? I just wonder.
一本の直線が作る不思議な位置関係を、それをさまざまな方向から検証し、それが偶然ではありえないことを証明しながら、つまり自然によってできたものでないことを証明しながら、それらの位置が偶然にではなく意図的に配置されたことを証明していくのが林浩のライン理論ということになります。今ご覧いただいているのはイースター島から始まり、西回りにタヒチのモーリア島、ポンペイ島、ガム島、そしてブッダが生まれ育ったと言われているルンビニ、そしてモヘンジョダロ、最後にメッカ・カーバラインということになります。これらの場所は偶然ではありえないという確率で一直線に並んでいます。つまり私林浩はこれらの地点は意図的に配置された地点であると判断しています。わかりやすく言えば、偶然ではありえないということを証明しながら、偶然ではないと証明していくのが私林浩のライン理論ということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。According to the official website of Walt Disney Production, it's right that Bald Mountain is actually based on a real mountain in Slovenia, Mount Triglav. It is where the supernatural dwell, as well as the black god himself. The Bald Mountain has always been known as a source of darkness in the Disney Fantasia since the sequence in Fantasia.What it writes here is, however, a lie, since there is no mountain in Mount Triglav, Slovenia, a mountain which resembles the Bald Mountain in Fantasia. Why and why? Walt Disney Production の公式ホームページによれば、ディズニーの代表作であるファンタジアの中に出てくるボールドマウンテンはスロバニアにあるトリグラフ山であるということになっています。そこは黒い神のみならず超自然が住むところだそうです。ボールドマウンテンはディズニーの一連のファンタジアの中では暗黒の源泉としていつも描かれています。しかしトリグラフ山のどこを探してもボールドマウンテンと同じあるいはそれに似たような山はありません。ないものはないのです。いくら探してもありません。つまり、このディズニーの公式発表は嘘ということになります。が問題は、なぜこのような嘘が書いてあるかですね。理由は簡単。これはウォルト・ディズニーにとっても、その向こうに致命的な謎が隠されているからです。つまり、嘘を書いてまで隠さねばならない重大な秘密がそこにあるからです。広林、浜松市、ジャパン。It is very strange to know that Walt Disney drew the same Devil's Mountain in his work, Fantasia, the same mountain as a mountain in the Annunciation painted by Jesus Christ after 1500 years under the puppet name of Leonardo da Vinci. Both are the same Devil's Mountains about which only I, Hiroshi Hayashi, know.This indicates two alternative possibilities. One is that Walt copied the mountain in the Annunciation,
Or another one is that both mountains were painted by the same artist, or Jesus Christ after 1500 years and after 2000 years. ウォルト・ディズニーは代表作ファンタジアの中で1500年後のイエスが描いた受胎告知の中に出てくる山と同じ山を描いています。ダ・ヴィンチなる操り人形が描いたのではありません。1500年後のイエスです。共に悪魔の山です。受胎告知の山が悪魔の山であることを発見し、それを知っているのは私、林博士だけです。ここが重要です。ウォルト・ディズニーはファンタジアの中で悪魔の山を描きました。悪魔の山です。一方、1500年後のイエスは受胎告知の中で同じく悪魔の山を描きました。その中に表現されているマリアとガブリエルなる天使は1たす1イコール1の魔女です。その証明は別のところで私、林博士がしましたが、その受胎告知の中に出てくる山は、ウォルト・ディズニーの描いた山と一致します。左右反転はしてありますが、一致します。つまり、ウォルト・ディズニーは、受胎告知の中に描いている山が、悪魔の山であることを知っていたことになります。が、そのこと、つまり、受胎告知の中に描かれている山が、悪魔の山であることを発見したのは私、林博士であって、私がそれを発見するまでそれを知っていた人はいません。もちろん、ウォルト・ディズニーですら知り得なかった事実です。となると、可能性は二つです。わかりますか？一つは、ウォルトが1500年後のイエスの描いた山をコピーしたか、あるいは2000年後のイエスがウォルトを操り人形として悪魔の山、つまり、ボルトンマウンテンを描いたかの、どちらかだということになります。広林、浜松市、ジャパン。ここが重要ですから、もう一度画面を見ながら説明します。左の山が主体国書の中に表現されている山です。そして、右下二人の人物に注意してください。これはですね、1たす1イコール1の手法でですね、二人の人物合わせて一人の魔女、すなわちマリアであることを示しています。林博士が証明しました。そして、みんなですね、ウォルトが代表作、ファンタジアの中で書いたボールズマンって、すなわち悪魔の山ということになります。この両者は全く同じということになります。ここが重要なポイントですから、皆さん自身で確認してください。全く同じです。となりますと、ウォルトは左の絵をコピーしたかということになりますけども、しかし、ウォルトはこの山を同じく悪魔の山として表現しています。となると、ここでおかしなことが起きるわけですね。受胎告知の中の山がですね、悪魔の山であると証明したのはこの林博士であって、私以前には誰も知らなかったはずです。もちろん、ウォルト・ディズニーも知る由もなかったことですね。が、なぜ、ウォルト・ディズニーはですね、この山を悪魔の山としたかということになります。なあち、悪魔の山であることを知っていたということになります。となりますと、ウォルト自身がですね、書いたのではなくて、もう一人その上の人物、すなわち、1500年後のイエスではなくて、2000年後のイエスによって指導され書かれた絵ということになります。もう一度繰り返します。左の受胎告知の山はですね、これは1500年後のイエスによって書かれた絵ということになります。そして同じく2000年後のイエスが右の絵を書いたということになります。共に同じ山で同じ悪魔の山ということになります。いよいよ本論ということになりますが、その前に一つ断っておきます。今ご覧になっている動画はですね、私がですね、つまりあの受胎告知の絵についてなんですけども、右に描かれているのが聖母マリアであると判断していたときに作った動画です。今回ですね、私はですね、一つの結論として、中央に描かれているその人物は大天使のガブリエルではなくてですね、魔女のストリックスであると判断しました。となると、その右に座っている女性は聖母マリアではなくて、ストリックスによって死の呪いをかけられたベタニアのマリアであると判断しました。つまり、そのような判断をする前に作成した動画であるということです。その点をどうかご留意の上、この動画をご覧になってください。
Matthew chapter 1 verses 18 to 25, this is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, stories about Jesus and his mother Mary often appear in the New Testament. The word Mother Mary also appears, but all of the stories are based solely on Mary's testimony. Joseph, her husband, died shortly before Jesus returned from the wilderness training. In other words, all of the stories, including the story of the Annunciation by an angel, the story of Jesus' childhood, and all of other stories are based on the stories told by only one witness, Mary. In other words, there is no other witness except Mary who supports these stories. Simply, all of these stories are written down by the disciples who heard Mary's stories. I, Hiroshi Hayashi, repeat it again that all of these stories are based solely on Mary's testimony. There is no other witness except Mary who supports these stories. I just wonder if Maria or Mary had told two stories. 新約聖書の中にはイエスと彼の母親のメアリー、つまりマリアの話がたびたび登場します。マダーメアリーという言葉も登場しますが、これらの話はすべてマリアの証言のみに基づいているということを忘れてはいけません。彼女の夫のジョセフ、つまりヨセフは、イエスが荒野の修行から帰ってくる直前に他界しています。つまりイエスの受胎告知の話も、イエスの子供時代の話も、すべてたった一人の証言者、つまりマリアの話に基づいているということです。つまりこうした話を裏付ける証言者はマリアを除いて他に誰もいないということです。簡単に言えば、これらの話はすべてマリアの話を聞いた弟子たちが新約聖書として書き留めたということになります。繰り返します。これらの話はすべてマリアの証言のみに基づいているということです。マリアは本当に真実の話をしたのでしょうか。広志林花巻シティジャパン。ここで大変大きな矛盾が生まれてきます。この受胎告知の絵の中で表現されている向かって右側の人物はマリアだというわけですけども、マリアはいないなです。
イナンナイコールマリアです。それは定義です。神の定義です。となると、ここにいるマリアが妊娠などするはずはないのです。で、まず次の動画をご覧になってください。Leonardo da Vinci hid many secret messages in his own paintings. For example, the number 61 was hidden upside down on the background of the picture of Saint Jerome. 61 stands for God in Jewish gematria. The character depicted here is generally considered to beSaint Jerome, because it has a white lion below it. But it is God himself, or a self-portrait of God, not Saint Jerome. Similarly, the number 51 was hidden in these pictures of the Virgin of the Rocks, Mona Lisa, the Virgin and Child with Saint Anne, and Madonna of the Pink.51 stands for the planet Mars in Jewish gematria. Then, I, Hiroshi Hayashi, have recognized that these pictures are somehow related to the planet Mars. For example, in the background of the paintings of both Mona Lisa and Young Mona Lisa or Eilwars Mona Lisa, you may see panoramic views of Mars.Though the scene of Mars in Mona Lisa is upside down, they are accurately represented as in the photo. In the same way, I decided that the background of the paintings of the Virgin and Child with Saint Anne and Madonna of the Pinks also had Martian landscapes. So, when I looked it up, the scenery...matched the views of the ice caps of Mars photographed by NASA on Mars. Together with these facts, I recognized that a strange building is hidden in the background of version of the rocks. But I suspect that this building is part of an underground base on Mars.Finally, the number 131 was hidden in the adoration of Maggie. After all, it is written in inverted letters. 131 stands for Inanna according to Jewish gematria. Inanna is the ancient Sumerian goddess. So, in this way, Leonardo showed that the alleged Maria in the picture was Inanna. Both Saint Jerome and the Adoration of Maggie are called unfinished masterpieces, but note that the numbers 61 and 131 in the two pictures are both written upside down in the same typeface. Thus, the painter Leonardo, who appeared in the Renaissance,left many important messages for us human beings of the future. In a series of videos here, it is my pleasure that I can explain what these numbers actually stand for. レオナルド・ダ・ヴィンチは彼自身の絵の中に多くの秘密の伝言を隠し込みました。例えば聖ジェロームの絵の背景には61という数字が逆さまに書かれていました。61はユダヤのゲマトリアでは神を意味します。一般には下に白抜きのライオンが書かれているため、ここに書かれている人物は聖ジェロームであると考えられていますが、聖ジェロームではありません。神自身です。神自身の自画像です。同じように岩窟の聖母モナリザ、
聖アンと聖家族、カーネーションのマドンナの絵の中には51という数字が隠し込まれていました。51はユダヤのゲマトリアでは火星を意味します。つまりこれらの絵は何らかの形で火星と関係があるということになります。例えばモナリザの絵の背景には火星の大地の様子が上下逆さまですが、写真のように正確に表現されています。同じように考えると、聖アンと聖家族、カーネーションのマドンナの絵の背景にも火星の風景が描かれていると私は判断しました。で、調べてみると、その風景は NASA が火星で撮ってきた火星の氷冠の様子と一致しました。なお、岩窟の聖母の背景には奇妙な建物が隠し込まれていますが、私はこの建物は火星にある地下基地の一部ではないかと考えています。最後に、東方三博士の礼拝の絵の中には131という数字が隠し込まれていました。やはり逆さ文字で書かれています。131はユダヤのゲマトリアによれば イナンナを意味します。古代シュメールの女神イナンナです。つまりこのような形でレオナルドはその絵の中に描かれているマリアと思われる人物はイナンナであることを示しました。なお聖ジェローム東方三博士の礼拝も未完の大作と呼ばれていますが、これら2枚の絵の中に描かれている61と131は共に逆さ文字で書体が同じであることに注意してください。このようにルネサンスの時代に現れたレオナルド・ダ・ヴィンチという画家は私たち未来の人間に重要なメッセージを残しました。一連の動画の中で私はこれらの数字が何を意味するか、それを順に説明していきます。広志林、浜松シティ、ジャパン。マリアイコールイナンナ、イナンナイコールマリアということで、最初の部分に戻ります。主体告知のこの絵の中にはですね、つまり一般にマリアと言われている人物の足のところにはですね、三本指の魔女の足が描かれています。となるとこの足をどう理解したらよいかということなんですよね。つまりですね、中央にいる人物、一般にはガブリエルとかいろいろ言われてますけども、まあ、猛禽類の翼を持った、まあ、フクロウの翼を持った、まあ、魔女ということになるわけです。ローマ時代にはストリックスという魔女がいて、そして大変人々に恐れられていたそうです。それが中央に描かれているということですね。となるとこの右に描かれている人物は誰かということになるわけです。一般には、普通にはいわゆる聖母マリアであり、その聖母マリアが受胎告知を受けている絵というふうに理解されていますが、本当にそうでしょうか。となると、まあどう考えたらいいかということになるわけですよね。つまり一つはダヴィンチなる、まあ、ペロキオとダヴィンチなる画家がですね、この人物、右の人物を、まあ、マリアとして描き、そして三本指の魔女を描くことによって、つまりは聖母マリアの正体を明かしたということになるわけですけども、よく見るとですね、普通のというか他の聖母マリアの顔とここに描かれる人物の顔は違うという点です。そして大きな違いはですね、右の人物のお腹を見ていただきたいんですけども、お腹が大きいんですよね。つまり妊娠しているということになるわけです。で、私はですね、これも一つの騙し絵ではないかと考えるようになりました。中央に描かれているストリックスこそがですね、実はイナンナ・マリアであってですね、その右に描かれている、まあか弱い女性のようにような雰囲気で描かれている清楚なですね、どこか清純っぽい女性で描かれているその人物はベタニアのマリアではないかと考えているわけです。で、中央にいる、まあ羽の生えた
フクロウの羽を持った人物がリリト、すなわちナンナということになるわけですよね。古来リリトイコール、例えばですね、バルガータ、ウルガータの聖書によればですね、リリトイコールラミアということになっています。またリリトもですね、最近はですね、多くの学者たちがリリトイコールイナンナというふうに理解しています。となるとですね、中央に描かれている人物こそが、つまりはイナンナマリアということになってですね、右に描かれている人物は、まあ、ベタニアのマリアであると、私はそのように判断するようになりました。今のところまだ仮説ということになりますけれども、となると3本指の足は何を意味するかということなんですけれども、考えるだに恐ろしいことですけれども、中央のイナンナマリア、ストリックス、つまり魔女はですね、右のベタニアのマリアに呪いをかけている様子を描いたものではないかというふうに考えています。またそのように考えると、この絵の持つ意味が理解できるのではないでしょうか。もう一度確認して終わります。左の人物こそがイナンナマリアであり、そして右の人物に呪いをかけているというわけですね。その呪いをかけられた女性は誰かというと、まあ、妊娠していますから、つまりはシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリアということになるのではないでしょうか。まあ、これがですね、この動画の一応の結論ということにします。最後にもう一度、この私がベタニアのマリアと考え始めているこの人物の足を見ていただきたいんですけども、まさに魔女の足を持ち始めている、つまりこのような形でですね、中央の人物イナンナマリアが右のベタニアのマリアに呪いをかけているというふうにも解釈できるということです。一応今のところは仮説ということにしておきますが、つまりシャマーシュイエスにはベタニアのマリアという妻がいて、そしてシャマーシュイエスはですね、十字架にかけられ処刑される前にすでにイナンナマリアたちによって殺されていたという事実をですね、この絵の上に重ね合わせて考えてみるとですね、そういう解釈もある、その可能性も高いということになるのではないでしょうか。ここではその可能性という言い方で終わりましたが、最初の画像に戻ってみます。これがダヴィンチとベロッキオの合作と言われている受胎告知の絵ですね。この丸い部分に三本指の、まあ、つまりは誰かが描かれているということになりますが、当然この足はですね、向かって右側の人物の足ということになります。三本指です。つまりこの段階ですでに右のベタニアのマリアは呪いをかけられていたということになるわけです。左がストリックスです。相手獲物をですね、じーっと凝視して相手を呪い殺す、あるいは死の呪いをかける、あるいは人間を食べていた魔女ストリックスということになるわけですけども、まあ、そうこうしてですね、まあ、餌を凝視して、つまりは相手を呪い殺すということになるわけです。そして中央にはですね、どういうわけかウォルト・ディズニーがですね、この山と全く同じ山を描いて悪魔の山としたということなんですね。でもう一度このストリックスを見ていただきたいんですけども、この翼は猛禽類、つまりフクロウの翼であるということですね。つまりこのような形でダ・ヴィンチはですね、左にストリックスを描いたということになるわけです。となると右のベタニアのマリアはそのストリックスによって呪いをかけられたということになります。その呪いがかけられたということを象徴的に意味しているのが、絨毯の下から覗いている三本指の足ということになります。で、その証拠はいくつかあります。その証拠をこれから皆さんにご覧いただきます。続く動画も古いもので、この動画の中の、つまりラファエロが描いた三本指の女性について、私は聖母マリアの足であると判断しましたが、実はそうではなくて、呪いをかけられたベタニアのマリアの足というふうに解
考えてください。Small children, but it is also known to attack lone travelers who venture too far into the wilderness. Raffaello Santio painted Maria as Shrieks together with Leonardo da Vinci in his painting The Annunciation.ラミアと並んで、ストリックスもまた、ギリシャ及びローマの民話の中では、ヴァンパイア的な魔女でした。特に、幼児や子供を好んで食べていましたが、時に荒野を一人で旅する孤独な人を襲って食べたとも言われています。ダヴィンチは、受胎告知の中で、マリアはそのストリックスであったということを表現しましたが、ラファエロ・サンチオもまた自分の絵画の中で、マリアはストリックスであったということを表現していました。広島市浜松市ジャパン。今ご覧いただいているのはですね、マリアの下にあるものがカーペットなのか台なのかというところです。で、マリアの赤い衣服の垂れ具合からしてですね、これはカーペットであると判断しました。一見すると台のようにも見えますが、カーペットです。そのカーペットの下からはマリアの三本指の足が覗いています。注意深くご覧ください。このフクロウの置物の下ですね。その下に三本指の足が見えています。レオナルド・ダ・ヴィンチなる1500年後のイエス・キリストの操り芸術家はですね、このような形でマリアは魔女であることを示しました。三本指の足です。by 林博士の発見です。これが足ですね。一見すると4本のようにも見えますが、私は3本指の足と判断しました。下が同じくレオナルド・ダ・ヴィンチが表現した解剖図ですけども、一般にはこれは熊の足と言われていますけども、熊の足ではありません。で、もう一度この絵を見ていただきたいんですけども、この足がこのように出ていると、私はそのように判断しました。まあ、隠し絵、騙し絵の手法ですね。まあ、このような形で、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して、1500年後のイエス・キリストは、マリアは魔女であることを示しました。つまり、マリアは、ストリックスであることを示しました。で、ストリックスというのは、まあ、フクロウ、ということになるわけですね。で、この人もですね、どうも足がおかしいということで、まあ、紹介しましたけども、はっきりしません。で、この中央にいる天使を見ていただきたいんですけども、この手がやはりおかしいんですよね。まあ、このような形で、まあ、中世の絵画の中にはですね、まあ、人間ではないような人間が描かれているということです。で、この主体告知の絵も例外ではありません。やはり、このカーペットの下からは足が覗いています。そして、この置物に注意してください。この置物も、まあ、奇妙ですよね。ということで、ラファエロの話につなげていきます。ラファエロ・サンチオも、また、三本指の、まあ、奇妙な人物を描いています。これがその絵です。この絵の中には三本指の人物が描かれています。ラファエロ・サンチオはレオナルド・ダ・ヴィンチの弟子ということになります。で、そのラファエロ・サンチオの描いたこの部分に、絵のこの部分に注意してください。足が描かれています。この足もやはり三本指で、そしてその先に爪があるのがわかります。
まあ、ここがですね、今日のポイントですから、注意深くご覧ください。3本指ですね。で、この指について検証してみます。これがラファエロの書いた3本指の足です。で、先ほど紹介しました、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が書いたとされる受胎告知の中に描かれている3本指の足と比較してみてください。大変よく似ているのがわかります。この絨毯の下、置物の下ですね。ここにその指が描かれています。で、こうして並べてみるとですね、まあ、大変よく似ているということになります。まあ、それも当然ですよね。ラファエロも、レオナルド・ダ・ヴィンチも、そしてミケランジェロも、皆1500年後のイエス・キリストの、つまりは操り人形でした。まあ、1500年後のイエス・キリストは、こうした操り人形芸術家を通して、自分の、まあ、アイデンティティ、並びにアジェンダを私たち人間に示したということになります。下はですね、以前はリリトと言われていましたけども、一般説ではイシュタールに落ち着いています。そのイシュタールもですね、やはり三本指である点に注意してください。まあ、魔女中の魔女ということになるわけですね。で、三本指です。で、この三本指と大変よく似ているという点に注意してください。すなわち、このような形で、ラファエロ、あるいはレオナルド・ダ・ヴィンチを通して、マリアは魔女であることを示したということになります。左がイナンナ・イシュタールということになります。右が受胎告知の絵ですね。まあ、このような形で、1500年後のイエスは自分の姿勢を鮮明に、まあ、私たち人間に示したということになります。で、この置物に注意していただきたいんですけども、袋のようですね。そして左の絵に注意してください。これは袋でも耳がありません。耳のない袋です。耳のない袋、すなわちストリックスということになります。まあ、ローマ時代には、まあ、魔女の、いわゆるまあ、象徴的な動物として表現されていました。耳房のない袋、つまりストリックスということになります。その袋、ストリックスと置物は酷似しています。つまりこのような形で、1500年後のイエスは、ここに描かれている、まあ、人物はですね、ストリックスであることを示しました。そのストリックスについて簡単におさらいしておきたいと思います。先ほども言いましたように、まあ、ヴァンパイアなんですね。特に、まあ、子供や幼児を好んで食べたということです。ストリックスとラミアは二大化け物のことであり、まあ、魔女を意味すると。そして、ストリックスはヴァンパイアを意味し、特に幼児や子供を好むと。また荒野に入り込んだ孤独な旅人を好んで食べたとあります。シカゴユニバーシティのホームページです。で、ここが重要ですけども、ダ・ヴィンチは1たす1の手法でこの2人を合わせてストリックスであることを示しています。まあ、この赤い丸で囲んだ部分ですね。これは猛禽類の翼です。そして右下に3本指の足が描かれています。1たす1は1。1ですね。つまりこの2人を通してマリアはストリックスであることを示しました。岩窟の聖母の中ではですね、1たす1を通してラミアであることを示しました。つまり、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチの画家を通してですね、1500年後のイエスは、まあ、マリアはストリックスであり、ラミアであることを示したということになります。まあ、今日はその、ラミア説については、割愛させていただきます。ともかくも、受胎告知の中で、二人合わせて一人の、魔女、すなわち、ストリックスであることを示したということになります。では、この足の人物は誰かということになります。これも、この、まあ、人物も、果たして、
果たしてということになりますけども、ラファエロはその証拠をこの絵の中に残しました。この足の人物は、この左から二人目の人物の足ということになります。左右の人には二本ずつ足があります。つまりこの赤枠で囲った人の足ということになります。ここが今日の結論部分ということになりますから注意深くご覧ください。この三本指の足の人物は、この人物の足ということになります。そしてこの手を見てください。マラヌスの手です。シグナム・マラーノです。中指と薬指がくっついています。中指と薬指がくっついています。同じ手をミケランジェロなる芸術家を通してですね、1500年後のイエスはピエタ像の中で表現しています。このマリアの手に注意してください。マリアの手に注意してください。左右反転してみました。やはり中指と薬指がくっついています。シグナム・マラーノです。マラノの手です。つまり、左のピエタ像のこの手は、マリアの手ですから、右のラファエロの描いたこの人物も、マリアということになるのです。この人物は、マリアということになります。つまり、ラファエロも、まあラファエロというよりもですね、1500年後のイエス・キリストは、ラファエロという画家を通して、まあこの人物が、マリアであることを示しました。もともと、それら芸術家の上に立つ1500年後のイエス・キリストの作品ですから、このようにアジェンダが一致していたとしても、何らおかしくないということになります。もう一度、以前作りました動画を皆さんに確認のためにご覧いただきます。これは997号で発表した動画です。ここにある置物は何かということですね。まあ一見すると、まあ、フクロウのように見えますが、よく見ると、やはりフクロウのように見えます。まあフクロウなんですね。まあこのような形で、1500年後のイエスは、ここに描かれているのはフクロウなんだよということを示しました。そしてその置物の下にですね、三本指の足が覗いています。フクロウと魔女とは大変仲が良かったようですね。ハリーポッターの中でもフクロウがあちこちに出てきます。ともかくもフクロウですよね。で、左のこの、まあ、いわゆる天使と言われている人の背中を見ていただきたいんですけども、この翼は猛禽類の翼です。まあ、いわゆるまあ、肉食性の動物、まあ、鳥のですね、翼ということになります。まあ、その代表格が言うまでもなく、フクロウということになります。翼をしっかりと見てください。フクロウですね。まあ、猛禽類の中でも、フクロウの羽そのものであるということです。つまり、まあ、ここでも一つの隠し絵ということになるわけですけども、ここに描かれているのは、ストリックスであることを示しています。で、ローマ人はフクロウをストリックスと呼んだ魔女を意味したということです。そして相手をじーっと凝視する目を持つ目の女神としても知られていました。ですからこの左の天使の目は相手をじーっと睨んでますね。じーっと睨んでいる点に注意してください。つまり、受胎告知の中に描かれている人物は1たす1イコール1の原則で、つまり、ストリックスであることを示していました。で、この動画を制作したときはですね、ラファエロ・サンチオが書いた三本指の女性は、聖母マリアであると判断しました。が、その後ですね、今日に至るまでにですね、実はそうではなくて、ここに描かれている女性ですよね。左から2番目の女性ですけども、足を消去法で消していくとですね、この女性の足は今まるで囲んだその足を持った女性ということになるわけです。で、その足を見るとですね、3本指になっているのがわかります。で、この女性は誰かということなんですけども、シグナム・マラーノの手
中指と薬指をくっつけているというところからですね、ミケランジェロが書いた、まあ、彫刻した、サンペドロの、ピエタ像の人物と一致するということでですね、まあ、聖母マリアであると判断したわけですけども、そうではなくてこの女性はですね、つまりはベタニアのマリアということになると今は判断しています。つまり呪いをかけられたストリックスによって死の呪いをかけられたベタニアのマリアということになるわけです。こうしてユダイ国地の絵にまつわる謎を解いたということになりますが、最後に一つだけ謎が残ります。それが今言いましたミケランジェロが彫刻したと言われているピエタ像です。そのピエタ像のいわゆるベタニアのマリアには足があります。今話してきましたことを総合するとですね、ミケランジェロは当然ベタニアのマリアはヒストリックスによってですね呪いをかけられたということを知っていたはずです。だったらミケランジェロはベタニアのマリアの足は彫刻しなかったということになりますが、そのピエタ像には足があります。注意深くご覧ください。がこれは足ではありませんでした。つまり騙し彫刻ということになりますが、一見するとこの人物の足に見えますが、足ではありません。足ではありません。注意深くご覧ください。一見すると指が5本ある足のように見えますが、足ではありません。その証拠の一つとして手の大きさと比較してみてください。手の大きさに比較して下のですね、赤い丸の足はあまりにも小さすぎます。バランスが取れていません。でさらに拡大してみるとですね、これは足ではなく何か別の置物あるいは台ということになります。つまりミケランジェロ自身もこの女性、つまりベタニアのマリアはですね、呪いをかけられて三本指の女性にさせられたということをこのような形で表現したということになります。以上を総合すると、つまりは受胎告知の絵は一般に言われているような受胎告知という生優しい絵ではなくて、実は魔女ストリックスによって死の呪いをかけられたベタニアのマリアということになります。